全体的にやる。全部カレーにしよう。おー、なんか。おー。ワンランク、ワンランク上、それ。ワンランク上の食べ方だったね。そう。生きてんね。生きてるわ。生きてるわ。生きてる。俺、普通に食わないぜ。俺はバナナ食うぜ。バナナ。普通だよ。バナナ。朝食でーす。お前ここでヘアセットするか。いやなんか気になるなと思って。グッドモーニング。グッドモーニング。鏡ないからすげえやりにくいけど。今日はね。いただきまーす。今日はね。え？やばいやばいやばい。アライグマだアライグマ。なんで？え、めっちゃ可愛い。あっつ。あ、めっちゃ可愛い。やばい。すげえ出てくるんやな。あ、こっち見た。こっち見てる。はい、じゃあ今日は僕たちが、泊まっている宿泊先をちょっとハウスツアーですね、やっていきたいと思います。外観こんな感じです。で、エアビーっていうところで一軒家をね、丸々借りました。じゃあ行っていきましょう。で、まず玄関です。もちろんあれですね、靴脱ぐところはないですね。僕たちは今室内はこのサンダルとかで過ごしてます。で、テレビとソファーがあってかなり広い、めっちゃ広いです。あ、ダイニング、こっちダイニングですね。キッチンと、冷蔵庫めっちゃでかいです。いろいろ入ってます。一軒家借りたんで、まあ、こういうのも全部使えますね。オーブンとか全部、調理器具もお皿も全部使って、なるべく料理は作ってます。で、こっちが練習環境ですね。で、このゲーム環境の紹介動画また別で撮るんで、今回あまり触れずにいきます。次は寝室ですね。寝室ちょっと汚いけど、はい、広いです。こんな感じで、波と長戸のところと、ここが僕とウィンレットちょっとね、一つだねけど、まあ、たまに一緒に寝てますたまに一緒に寝てますで、2階にも少し、寝室があるんで、ちらっとお見せしましょう。まあ、そんなに、ね、特に特別ものはないんですけど、あ、最後にあれね、外にあるものがありますね。じゃあ、ここはもう一個のシャワー室ですね。そう、本当アメリカンスタイルな。で、こっちがもう一個の寝室です。マネージャーの人と、たまに僕かウィンレットがここで寝てます。で、最後が、オーナーが寝泊まりしてる部屋です。ということで、今日は、ハウスツアーでした。ちょっとこういうの初めてなんで、うまく紹介できたかわかんないんですけど、いや、僕たちはね、高校で20日間練習します。で、次の動画はその練習環境と、まあ、練習風景を動画にできたらなと思うんで、楽しみにしててください。というわけで、よかったらグッドボタンお願いします。お疲れ様です。